この世のすべてはみんな私のおもちゃ、ライアーワールドに巻き込んじゃうぞ。はい、はい、はい、わー、予想外の拍手ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、本日は9月14日第2金曜日ということで、普段は同じ事務所の町田ありさちゃんが、ありさワールドをお送りしておりますけれども、うん、今月は、うん、ライアーがこの番組をエジャックさせていただきました。いただきました。いただきました。そしてこの秋葉 B スタジオ、うん、になってから初ね、すごいね、広いスタジオ、広くてですね、どこを見たらいいのかちょっとよくわかりません。やっほー、はい、響くよね、うん、はい、というわけでね、はい、まあ、自己紹介を、はい、しましょうか。はい、はい、菅野芽衣です。はい、上原涼子です。はい、水木ゆんです。せーの、ライアーです。よろしくお願いします。すごいなんか暖かいですね。あれだね、座った状態でさ、ライアーですってやるの初めてじゃない？初めて。すごいなんか、ね、戸惑ったんだけど、一瞬ちょっと一瞬ね、一瞬やるのかなと思ったけど、これはお決まりのポーズですから、はい、はい。で、今回のこのライアーワールド、うん、私とめいちゃんは、うん、まあ、アリサワールドにもゲストで出演しておりますけれども、はい、うん、今回ライアーワールドとしてジャックしまして、はい、その意気込みなどをね、ちょっと、うん、言ってもらおうかなと思って、まずは菅野さんからどうぞ。はい、ライアーワールドということでね、普段アリサワールドでなんかケチョンケチョンにいじられていますけれども、ケチョンケチョンなの？もうなんか、ゲストで出た時もなんだけど、普通に現場に行った時とかも、うん、やたらといじってくるんですよ。まあそれは、町田ありさは私も共犯だからちょっとあんま言えないけど。そうだから、今日はそのね、恨みを晴らすじゃないけど、さあ、今日はありちゃんの分までこの番組を乗っ取ってやろうみたいな勢いでやろうと思います。はい、はい、意気込みは伝わりました。はい、はい、ゆんちゃんはどうですか？はい、あ、皆さんこんばんは、ウキウキキュンキュンな水木ゆんです。私ね、PBQ ステーションで秋葉 .tv さんに出してもらってたんですけど、うんうん、半年ぐらいもう出てないので超久しぶり、うん、どうしようこの高まるテンション。ね、みんな本当に高まってるでしょ。高まってるよ。みんなちょっと ちょっと距離があるよ。距離、ちょっと私にそう、私にそんな距離は感じません。ゆんちゃんと温度差あるけど。ない、あのカメラでさえだいぶ近くに感じます。気のせいだよ。それ気のせいだな多分。ちょっと幻覚が見えてるかな。そう、このね、勢いでちょっと企画とかいっぱい考えてきたんで。声がでかくなってきました。うん、テンションがどん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 アップアップしていく。はい、このね、企画とか考えてきたから、うん、盛り上がって。あ、アリサワールドよりライアーワールドの方が面白いんじゃないってなったらいいなって思ってます。いいこと言った。いいこと言った。いいこと言う、ね、そこだよ、うん、見てろよ町田アリサ。はい、ということで、はい、私は、結構何回もゲストで出させていただいてまして、すっごく楽しいんですけど、うん、まあ放送をね、見たことある方は、まあ、めいちゃんもご存知だと思いますけど、とにかく町田さんは自由奔放すぎてですね、うん、そうですね、ね、本当に大変で、楽しいけど大変な、アリサワールドだったので、うん、今日はきっとスムーズに進行すると思いますよ。うん、はい、ね、なんだったって、大人ですからね、私たち。そう、普段もね、一緒にライブを、はい、はい、はい、あんまキャピとかはまだ大丈夫。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫ね、あの、ライブもね、一緒にずっとやってきてますから、うん、まあ息はぴったりなのではないかなと思いますので、うんうん、ね、はい、ここでいいとこ見せましょう。うむ、はい、頑張ります。というわけでよろしくお願いします。はい、この番組はユーストリームとニコニコ生放送でも、放送してます、うん、コメントをどんどん拾っていこうと思いますので、うん、皆さんぜひ書き込みをお願いします。お願いします。はい、というわけで、はい、早速ですけれども、うんうん、1つ目のコーナーに行きましょうか。はい、行きましょう。はい、今回、私たちのね、ライアー、みんながどんな人なのか知ってもらおうということで、うん、はい、プライベートフォトを大公開しちゃいます。やっほー、
めてきたんですよ。そう、じゃーん、見て、プライベートフォト大公開。あっち？こっち？ここ、こっち、これ、この並び順で。なんで隠してるの？ビョンビョン、メイちゃん、ユンで。そう、ちなみにこれ、ユンちゃんの力作らしいんですけれども。似てる？似てるでしょ？ちょっと遠いからあれかな？見えないかな？まあ、可愛いね、まあ、これ後でブログに載っけます、うん、はい、はい、じゃ早速1個目いきます。はい、いいですか皆さん、用意はいい？イエイはい、今日の1個目、プライベートフォト、みんなのお気に入りコーディネート。あー、気になるところですね。はい、みんなで今日着てるお洋服ではなくて、うん、はい、特別お気に入りのお洋服を写真で撮ってきました。はい、じゃあとりあえず私が第1弾でいきます。みずきゅん、お気に入りコーディネートこちらです。ドンドン、見える？あ、足長、やった、ありがとう。これね、ついこの間、ここかな、いや、こっちだ。そうです。失礼しました。見つかった。ついこの間、原宿のスピンズってとこに行って買ったトップスなんですけど、長袖でモモンガみたいになってるの。あ、それがね、かわいいよね。だからまだちょっと暑いんだけど、もうちょっとだけ涼しくなったら着たいなと思って、うんうん、先に公開しちゃいました。なるほど、うん、どうや足長いのがさ、すっごいわかるよね。これ、あのね、私頑張って家のね、外にあるね、2階につながる階段に携帯を下から3段目に置いて。え、まさかのセルフ？え、そうだよ、他にどうやって撮るの？なのにこのキメキメポーズっていうね、すっごいこれテイク10ぐらいだから。失敗するとここら辺にちっちゃくとか、ここが切れちゃったりとかするのね、うん、このショットになるまでもうどれだけ試したか。それでこのなんかもうモデルポーズみたいなことね、うん、でも我ながらこれいい出来栄えだと思います。いいね、うん、なんかバッグもちょっと可愛い感じ。バッグもね、これ中身空なのにね、ちょっとこのお気に入りコーデのために撮りました。それ大丈夫？なんかご近所さんに見られなかった？誰も来なかった。誰も来なかった。でもこれ、あのセルフタイマーの音がチッ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 っていうのがなんか爆弾仕掛けてるみたいで、ちょっとドキドキしながら。誰も爆弾だと思わないでしょ。でもなんかさ、なんか怪しい人がやってるよって。まあまあ、でも若干怪しいことには変わりない。怪しい、でも頑張った。可愛いです。やったー。そしてりょんりょんは、りょんりょん、私は、あれ誰だ、りょんりょん、じゃじゃん、じゃじゃん、あら、どこ向いてるのこれ、何見てるの、何この都会のフォトスナップ、うん、これね、実は撮ってくれたのゆんちゃん。はい、私です。あら、なんかちょっとよくある雑誌のストリートスナップ的な、うん、超いい感じイメージで、あえて顔をちょっとね、横向いちゃって。そう、私もなんかもう9月なのにめちゃくちゃ暑いでしょ、うん、で、まあもう秋物が着たくて仕方がなくて、うん、なので腕は出しつつ、これはヒョウ柄のちょっとなんか、なんていうの、あれ、ベロアっぽい、あ、うん、秋素材だね、スカートにショートブーツを履きました。うん、かわいいね。かわいい、撮った人がうまいから ね、 だね。はい、マスル特にね。なんでここみんな笑いこらえてるのかな、誰もいないみたいな。ねえ、なんか今のところコメントがすごいいいよ、かわいいとかさ、お、よし、こっちならコメで、コメできるってなんだろう、わかんない。みーちゃん、ちゃんと読んで、ちゃんと読んで、ちゃんと読むならちゃんと読んでって多分ありちゃんだったら言うと思う。みーちゃん、ちゃんとやって。でもいいね、みんなかわいいとかパチパチとか言ってよかった。これはカメコはユンちゃんですよ。はい、はい、どう、このおしゃれスナップたち、はい、ここへ来て。え、なんでみんなそんな格好つけてるのかしら。いい、ね、え、いや、かっこいい方がいいでしょ。かっこいい方がいいでしょ。え、じゃあ、はい、最後、めいちゃんのお気に入りコーディネート、はい、どうぞ。はい、せーの、じゃじゃん。ちょっと待って、何が、リラックマに書かれました。違うのさ、あの、大好きなリラックマとか言うよりさ、うん、これはね、コーディネートはほとんど映ってないんだけど。まあ、あの大事なところはやっぱりこのリガちゃんですよね。これカバンでしょ、だってカバンです。服映ってないよ。あの、あとね、違うんですよ、私のこだわりを聞いて。何、ここにいるちっちゃいゴリラクマ持ってますか。わかるけど、あとね、かるけど、このパスケースもゴリラクマなんですよ。ちょっとお見せできないのが残念。本当だ。そう。すごいさ、気になるのがさ、はい、こう肩にかけてるのにもかかわらず両手でカバン持ってんの。何が入って
るのこれ重いの担がなきゃいけないほどのね大きいリラちゃんだから。そうでも私のお気に入りのリラちゃん3点セットどやすごいねどやだって今日これめいちゃんが私これにしようと思うんだけどって出した瞬間クマさえいればいいのかなもう服とか何でもいいんでしょそうとりあえずもうこの子がいればいいよっていうね。これでも電車でも目立つバッグだもんね。あのねこれ前の席に座った人にすごいって何回も言われたことがあります、うん、いいじゃん人と被らない個性的ファッションということで個性的だね。うん、そうだね個性的でしょうを決めるとしたらめいちゃんお、やっまあ、褒めてるかっていうとちょっとあれですけど、ねうん、じゃあ次の写真公開に行きます。はい、まだまだあるんですよ、はいうん、次のお写真は見てこれハイテク自分で作ったからってそこアピールするじゃんよく行くスポットほほはい、はい、ライヤーがよく行くスポットをご紹介します。はい、バッタリ会えちゃうかもしれないよ、うん、あら1番じゃありょんりょん私はい私がよく行くスポットはこちら。さあ何でしょうここは。なんだ。あ、猫ちゃんだ。そう、猫カフェです。ああいい猫カフェ。これは、まあ、渋谷にある、うん、なんていう名前だったかちょっと忘れちゃったけど猫カフェなんですけど、うん、こういう感じで、まあ、猫はもちろんいっぱいいて、こうちょっとお家みたいにね、ソファーとか畳になってたり。するんですよ。でも自由に猫ちゃんとゴロゴロして良い。猫カフェってご飯食べるの？あのね、うん、持ち込みができるとこもあったり、うんうんうん、まあ、うん、なんだろう、漫画喫茶とかカラオケ屋さんみたいな感じのご飯が置いてあるところはあります、うんうん、でも飲み物が大体みんな美味しい紅茶とかなんかさ特別猫メニューみたいなキャットフード食べれますみたいな。それを私行ったところは置いてあったことないけど、あ、猫ちゃんの餌はもちろん売ってますよ。あで、やっぱり、うんまあ、猫はね、うん、動物ですから、うん、餌をあげればすぐに仲良くなれる。そうでも猫カフェ上級者としては、うん、餌に頼らずいかに懐かせるかっていうことが分かる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 。そう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 、野良猫とかも、うん、いかにあのじりじり寄っていて、うん、不審者じゃないんだよっていうことをアピールして、うん、手なずけさせるっていうのがでもさそれをさやってるめいちゃんが完全に不審者だよね確かに確かに不審者じゃないよ不審者じゃないよってやる。たまに道端で触れ合ってるんだけど、うん、みたいな感じでよく見られる。私完全に猫アレルギーなんで無理ですねそれ。あら、うん、もったいない。そんなにいたら多分ダメになっちゃう、ね、あくしゃみし放題だ ね, ね, らね。じゃあカフェつながりだから私行こっかな。はい、私がよく行く場所ほい、はい、どうぞ。じゃーん、これもカフェ。これはエクセルシオールカフェなんですけれど、はい、すっごい毎日私カフェにいるんですよ。まあ毎日なんか持ってるんですね、こういうやつ。うん、確かにね。そう、あの事務所とかで打ち合わせするときも絶対ゆんちゃんはなんかドトールとかスタバとか、うん、ああいうコーヒー片手に現れる。うん、私、ね、ドトールでバイトしてた時があって、うんうん、それ始めるまではコーヒーとかどうでもよかったんだけど、うん、なんかさ休憩のために飲めるのね。で飲めちゃうと、うんコーヒーが癖になっちゃうんですよ。わかります皆さん、わかるでしょ。ほうほう、うん、なんかタバコ吸う人みたいな感じなのかなと思って、そのあコーヒー飲みたいな、コーヒー飲みたいなって、うん、もう中毒みたいな、ね、そうで、これはメイプルロイヤルミルクティーコーヒーじゃないじゃんえ本当だね。こういうのを飲みながらいつもカフェであのスケジュール帳を片手に埋めてます。わ、うん、かる、なんかちょっとできる女っぽいよねでしょ、うん、でも何もしてないんだけどね。落書きとかしてんでしょ。そう、昨日もこのチーズソーセージのソーセージが切れなくて切れなくて、これ絶対ちょっと恥ずかしいよね。絶対古いソーセージ使ってるよと思い出したちゃんとボイルしてないんだよ、ボイル。そう、うん、だからなんかこれ潰れてたしいや私もカフェで一人で手帳とにらめっこしながら、うん、この間、まあ、結構真剣にやってる風なんだけど、うん、あのラジオの、うん、あの CM のネタを考えてて、実はちょっと一人でクスクス笑いながら変な人だったかな。なんかあのネタを喫茶店で考えてるお笑い芸人みたいな、うん、あ一人でクスクス笑いながらちょっと書いてたりしましたけど、あの子ももしかしてみたいな、ね、女芸人だと思われた。そんなめいちゃん、めいちゃんのよく行く
スポットは、はい、私がよく行くスポットはじゃじゃん、またまたくま、あのね、違うんです、もういいよって誰が言ったの違うんです、ね、これはリラクマストアなんですけど、うん、ただのリラクマストアじゃなくて、うん、原宿のリラクマストアです。何、原宿っていうことはポイントなの、うん、原宿によく現れます。だから皆さん原宿のリラクマストアに行くと、うん、メイリーに会えちゃうかもしれないよ。いや、みんなメイちゃんじゃなくてリラクマに会いに行くんだよ。このいいよね、自分も映ってるところがなんかちょっとメイちゃんらしくていいね。そう、うん、もうリラちゃんとのツーショットですよ。これだけじゃリラックマストアって私わかんないって思ったけど、上に書いてあるのね、うん、そう、ちゃんと書いてるよ、書いてる書いてる。リラックマストアっていうのは何なの？え、リラックマの公式商品をいっぱい置いてるお店です。そう、リラックマファンにはたまらない店ということですね、うん、じゃあ今、うん、その中でそこで買ったものの中で一番のお気に入りは何ですか？ね、あ、それね、ちょっと次で後で言うの？あ、分かった分かった、ごめんね、今言えない今言えないのね、うん、じゃあ次行きます。ほい、なんかコメントとか、これよく行くスポット来てますか？コーヒーをなんて読むの？漢字わかんない。え、漢字読めないの？みんな何？やっぱみんなまさかの紅茶って思うよ。紅茶？コーヒーをしたのに。どこの漢字が読めないのかな？これこれ、よろしくのよろ、わからない。やばい、さっき大人だからって言った割におかしいな、国語得意だと思ったんだけど。まあいいや、わらってめっちゃ笑われてるよ。あら、しょうがないよね、それは。まあでもきっと気持ちは伝わってるから大丈夫です、うん、ちょっとね、変な汗かいてきた、うん、はい、はい、じゃあそしてもう一個あります。はい、次のお題はこちら、じゃーん、じゃーん、生活必需品。え、待って待って、もか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 、生活必需品。ギリギリ生活必需品。ギリギリセーフかな、大丈夫かな、必需品ね、必需品、じゃあ生活必需品いきます。はい、じゃあ最初、今度めいちゃん。はい、もうね、めいちゃんの生活必需品は何です？もう分かってるけどね、はい、せーの、じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、もう分かったよ。何これ、これさ、どこどこが必需してるの、これは。これ私のベッドの様子なんですけど、うん、寝るとこないじゃん。え、これに囲まれて寝てるんですけど、ね、踏んづけてるの間違いじゃなくて踏んづけてないよ、ゆんちゃんね。どこに寝るのこれ。あのね、あ、まずこの子たちをちょっとだけ横にずらして、うん、この真ん中に私が寝て囲まれる感じにするんですけど、うん、あのね、さっきりょんにょんが言ってた一番お気に入りの子は隠れてるけど、この子、この子、え、どの子？待って、全然わかんないんだけど、なんで隠しちゃったの？すごいちっちゃくない？なんでお気に入りをここに置かなかったの？違うの、ちっちゃいからここに並べさせておこうと思って置いたんだけど、隠れちゃったね。知らないよ、隠れちゃったねって言われても。え、それはお気に入りはいつも抱く用とかなの？あのね、うん、寝れない時に抱っこする用はここの2人。でも一番のお気に入りはこの子。お気に入りは触らないの？え、お気に入りはたまになでなでします。何それ、なんか一押しのライブはあんま行かないけど二押しのライブはいっぱい行くみたいな、そういう感じ。怒っちゃうよこれ。分からないの、一押しならちゃんと触ってよって言うよ。まず映ってないもん、なんかよく分かんない。でも一番気に入ってるんですよ。なるほどね。そう、バンダナを巻いてるコリラクマが一番のお気に入りです。おお、キャピー。じゃあ次に行きますか。はい。じゃあ次は私の生活必需品。ほい、はい、あ、ジョンリン、どっちからがいい？え、大丈夫？いいよ。じゃあ、その前にね、うん、メイリン、クマだらけ怖いよって言われてる。あら、私の趣味が分かってくださらない。そのうち多分めいちゃんもクマみたいになっちゃうじゃない？うん、気をつけてね。え、ゴリラクマになれる？その前にひよこになるかも。え、あ、ひよこ？黄色い鳥。黄色い鳥。ちょっとゆうちゃん、ね、やだ、ちゃんと名前があるんだから、はい、ごめんなさい、全国のリラクマファンの皆さん、ごめんなさい。はい、じゃあゆうちゃん、はい、私の生活必需品これね。じゃーん、うん、どうや、この可愛い色合い、なんか女子っぽいね、あざといね、あざ
遠いそんなことないの、ちょっとこのレイアウトセンスがいいねとかそういう話ないの。ないんだ。ないんだ。これも単純に私の必需品を考えてたらカバンの中を漁ったら出てきたものたちで結構多いですね、うん、必需品が。手帳でしょ。だって大地ちゃん手帳も財布も定期も携帯の充電器も、うん、鍵、鏡、うん、メイクのやつ、ダーツ、うん、ダーツやって言われてるよ。ダーツおしゃれだね。だって違う、ダーツっていつ行くか分かんないんですよ。うんうん、今日、あ、今日行こうみたいな日があるのね。そう、とか、うん、あの、ライブが早く終わって、ものすごい早く終わって、日が余ってたらみたいな、いつ行くか分かんないから、とりあえずいつも持っとく。いいね、なんかすごいさ、ダーツできるっぽいよね。何、なんか都会のセレブをさ、気取っている。セレブダーツしないんじゃない。え、セレブダーツしないメリーのイメージのセレブがちょっとよくわからないな。私のイメージでセレブは船だよ、船。あ、もうそれはもう究極のセレブじゃない。でも今日ちょっとお洋服セレブっぽくない？そう、なんか夏のバカンスみたいな、ね、どうしちゃったの。なんかもうちょっとまとまりいいと思ったんだけど、ライアーなんかちょっと町田に近づいてきてない？大丈夫？え、全然違うよ。大丈夫？何が一緒なの？違うよね。なんかちょっと空気が冷たくなってきたから私と遊ぶ。嘘。じゃあリョンリョン。あ、いい？もう言い残したことない？いいよ。言い残したことは、赤とピンクで可愛いでしょってこと。そう、可愛いって言われたいのねって言われてるよ。そう、だって可愛いじゃん、これ。これ可愛くないって言ってちょっと美的センスがおかしいと思う。はい。なんかゆうちゃん今日すごいね。はい。じゃあリョンリョン行こう。はい、リョンリョン。行きまーす。じゃん。こちらね。何？何？ね、めいちゃんのことを散々バカにしたんだが、しかしここにゴリラックマがいたりします。これは私の iPod と、うん、あとこれ Wi-Fi 飛ばすやつ。おあともう今スマホにしてる人はみんなそうだと思うんですけど、うん、この絶対必要な充電器、うん、やっぱ充電器必要だ。電池、電池、充電式の電池、なんていうの、これ何回も使える4つ入れるやつ。あ、違う違う違う、コンセントで充電しておいて外で、はいはい、そして充電できるようにしてあるやつ。なんか便利グッズが多いね、うん、そうですね、もうね、音楽を聴、大体移動中は音楽を聴いているのでいつも、うんうんうん、なので iPod を忘れた日はすごくブルーになるくらい。あら、ほんほん、機械強いよね。あ、そうかな、うん、まあメイリンよりはね。うん、だって、うん、今日も直してくれたもん、あのパソコン。今日もね、ラジオの収録があったんだけどね、うん、なかなかね、ちょっと機材がうまく使えなくてね、うん、まあまあ3人いるからそれぞれ得意分野がねあればいいですけど、うん、あとあれだね、アクセサリー類が多いね。そう、これリボンなんですけど、あ、今ここにつけてるやつもそうなんだけど、かわいい、かわいい。別に特に絶対ないと困るというわけではないんですけど、例えばいきなりなんか写真撮るよとかなった時とかにすぐ使えるように。ヨンリョン、いきなりさ写真撮るよってなったらつけるの？うん、つける。すごいね、そっちの方が女子力高くない？うん、あら、私あざとい人に囲まれてる。いやいやいや、リラックマにいつ持ってくる方が、ね、あざといと思うよ私は。まあそういうね、こういつでもちょっとおめかしできるように、うんうん、しかもリボンのその形が好きなのね、うん、リボンというものが好きなの、うん、だからこのリボン型の何かは絶対カバンに入ってます。リボンでついてるだけで可愛く見える。そうそうそう、確かに。じゃあ私たちよりも一番リボンがあざといということで、ね、あざとりよって言われてるの。やだやだやだ、なんか別の意味っぽいよね。あざの意味が違うんじゃないの。でもこんな感じでプライベートフォト大公開なんですけど、皆さんライアーがちょっとでも分かってくれましたかね。分かったかな。どうだろう。あ、でもみんな可愛いわってコメントも。やったー、ありがとうございます。やった、私だってこれ撮ってて楽しかったもん。いや、そりゃ楽しいよね、そのコーディネートの写真は。うん、一人でね、一人でどうやって相当楽しい。まあこれ私のブログ遡るとこういうのよく出てくるんですけどね。あ、もうそれを見るたびに、あ、またやったんだなって思ってもらえると。そのセルフタイマーポジションがあるの？ある、3段目階段の、うん、後ろに何も置かないでも立つの、そこなら。なるほどね。あの、じゃあゆうちゃんの誕生日は、うん、あの携帯のあのスタンド、あ、スタンド欲しい。三脚っていうの、三脚、セルフタイマー用にね。じゃあプレゼントしようかなと。ありがとうございます。皆さん、ぜひ皆さんとか、はい、思います。こんな、こんなライアープライベートフォト公開でした。あ、まあ、と、ここで、はい、ちょっとライアーのお知らせをさせてくださいな。はい、ほい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 。ちょっとね、みんなね、一気に写真を見て目が疲れたと思うので、うん、聞きながら
見てください。じゃん、明日ライアーライブに出ます。はい、はい、ANB プレミアムプレゼンツ第28回イカス秋葉天国という投票のライブに出演します。はい、これもう私が過去3度出ていて3位しか取れたことのないライブイベントとなってます。うんうん、明日ライアーでの私4度目の初出場、うん、1位取りに行くしかないよね。そう、もうね、本当に皆さんの、ね、皆さんの応援なくしてはね、なくしては無理なので、これ持ち点1人1000点で、うん、マックス500点までお気に入りアーティストに入れられるので、うん、これを見てるあなたが来て500点をくれるしかない、キャピー待ってるっていうイベントです。はい、でこれ、はい、敵がそう強敵ばっかりで、ね、スターポップさんとかチェンジさんとか、うん、雪町さん、鴨野夏美さん、森山優さん、ゆんゆんさんと豪華キャス、うん、豪華な出演者になってますので、ぜひぜひ皆さん来てください。はい、はい、そして夜、夜はペンタゲート、この終わった後に秋葉原でペンタゴンっていうライブハウスとロケットゲートっていうライブハウスでイベントがあるんですけれども、行き来ができるちょっとお祭り的な、はい、出演数45組ぐらいとかものすごいいっぱい出るライブがあります。はい、うん、これにライアーはロケゲで秋葉原ロケットゲートで出演、9番8時から出演となってますので、うん、はい、ゴールデンタイムや、ね、はい、来てください。ぜひ、はい、ぜひ、はい、お願いします。お願いします。そしてもう一つ、はい、そしてそしてですね、はい、今月29日に私菅野芽衣とそしてはい、ゆうたんが出演する舞台があります。あります。はい、題してですねこちらなんですけれども、見えるかな、じゃじゃじゃん、はい、こちらです。あ、滝の川物語という舞台に出演します。はい、はい、こちらですね。かわいいね、このメニュー。おー、ありがとう。制服着ちゃってるよ。うほー。そう、あのですね、実はこれ私、中学生の役です。キャピーン。まあ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 ね、しょうがないよね、それは役だから。そう、あ、そうこれさ、ここの番組、うん、アリニャンでしょ、もともと町田梨沙ちゃんも中学生役で、そうそう、メイちゃんと同じお友達役お友達役今日一の笑いが起きています。ちょっと、なんでみんな今一番盛り上がってる。いいじゃん、いいじゃん、全然見た目変わんないでしょうよ。そうでですね、これライブでよくご一緒になる、うん、七瀬美奈ちゃんの劇団に参加させていただくことになったんですけれども、うん、はい、こちらなんとなんと29日の1回限りの公演になります。はい、あら、そう、場所はですね、ホクトピアツツジホール、うん、見て、もうものすごい綺麗な、超綺麗だよね、うん、400人収容ぐらいのすごい大きい会場です。うん、はい、もう皆さんぜひぜひ見に来ていただきたいんですが、こちら料金がなんと1000円、安い、 ATS と同じ、うん、安いはい、なのでね、今から前売りでも買っていただいても、うんうんうん、当日買っていただいても変わらずに1000円なので、うんうんうん、はい、はい、皆さんぜひぜひ予定があってもなくても来てください、来ていただければと思います。私秘書やる、秘書、さあ秘書、超真面目どころ、ゆうちゃん秘書で、私がなんだっけ、中学生、ななみちゃんとダブル主演、ダブル主演だから、めいちゃんがね頑張って告知中、はい、皆さんぜひぜひ本当に見に来ていただきたいと思います。いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さらに、あ、これ1個でいいの、あ、2個あるね、お、2個あるよ。はい、ライアーの CD が発売中です。キラキラを3ヶ月連続で、ジャケットが違うバージョンがリリースされてます。はい、メイリンのバージョンは完売しました。やーい、皆さんありがとうございます。で、今あるのが、私上原がセンターバージョンと、新しく出たゆんちゃんがセンターバージョン、はい、版の何写真も違いますので、うんうん、あ、ちょっと、逆向いてるけど、まあまあうん、はい、うん、コレクター心をこうやってくすぐっています。はい、あざといです、はい、というわけでこちら、ライブや、撮影会などの、会場で物販で販売してます。通販は、
さんも行けます。皆さん行けます。皆さん今ぜひお問い合わせください。行けますのでぜひぜひ、まだ持ってない人は聞いてみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、というわけで ね、 ね、そろそろコメントはどうでしょう。営業営業当たり前でしょ。人生営業よ。人生営業いいね。あ、歌ってる人たちなのねっていうコメント、そこからやば、そうですよ。そんな初めましての方がいらっしゃるんですね。はい、歌ってます。こ今日はね、ここではちょっと歌えないんですけど、うん、でも月にね、十何本ライブしてるんですよ、うん、はい、バンドマンより忙しいと思う。そうね、うん、ライブの本数はすごく多いよね。めっちゃ歌ってる、うん、はい。あとはちょっとこれも宣伝になっちゃいますけど、うん、FM ウレアスで番組をやっておりまして、うん、そうね、水曜日のコラナナという番組で曲を毎回かけてますので、うん、そちらでも聴いていただけます。あ、確かに、はい、ネットでも聴けますので、うん、はい、ぜひ聴いてください。あと45人増やそうって言われて、それは何、どこかのあれかな。そしたら誰か一人ジャカルタ行かなきゃいけないかな。あ、私絶対ジャカルタ。やだやだやだ、せめて博多でお願いします。はい、ということで、はい、そろそろ次のコーナー行きたいと思います。はい、はいはい、次のコーナーは、題してライアーは誰だ。はい、ライアーは私たちでしょ。何言ってるのよ。ちちち、甘えですね。古くないこれ。久しぶりに見た。はい、中学生はそんなことしないよ。コーナー説明をします。はい、はい、このコーナーはですね、あるテーマに沿って一つずつエピソードを話すんですけれども、はい、なんとなんと、よいしょ、なんとなんと、じゃじゃーん、はい、このもう今見せちゃうんですけど、うん、はい、このね、札、正直者、正直者、嘘つきっていうのがあるんです。はい、はい、一本だけ嘘つきが入っているんですが、はい、これにあるように一人だけ嘘のエピソードを話してもらいます。はい、はい、そして皆さん誰が嘘をついているメンバーかっていうのを当ててください。はい、はい、会場にいる人たちはみんな挙手で当ててもらって、うん、で、うん、パソコンで見てくださっている方はコメントでぜひぜひこいつだと思うよっていう風に言ってもらえればなと思います。はい、はい、ではでは一番最初のテーマ、はい、行きましょう。じゃじゃーん、ライアーは誰だ、本当にあった怖い話。はい、はい、ね、こちらみんな怖い話、怖い話ね。まあ、ちょっともう9月になっちゃいましたけど、はい、まあ、まだまだ残暑は厳しいということで、うん、怖い話をして、うん、ゾッとしようかっていう。そうですな、はい、なんか連れて帰っちゃうよ。なんかさ、ゆんちゃんめっちゃ楽しそうなんだけど。もう喜んで連れて帰れそうだけど。やだ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 。大丈夫？はい、はい、ではじゃあ、はい、まず引きましょう。引きましょう。これ一気に行くの？一気に行こう。みんなは見えないから。うん、そう、みんなに見えないように。どれ？どれする？どれする？じゃあせーせーの、せーの、はっ、私たちもわかんないね、誰か。じゃあチェック、ほい、ほい、はい、オッケー。じゃあオッケー、うん、オッケー。誰から話す？うん、じゃあゆんちゃんから行こうかな。お、じゃあ私の本当にあった怖い話します。怖い、怖いよ。わかったわかった、心して、ね、私実家におばあちゃんが亡くなった時に帰ったんですけど、うん、夜みんなでお部屋で寝てたら、うん、もうみんな真っ暗で深夜3時半とか4時とか、うん、で亡くなっちゃったばっかりだからちょっと切ないし寝れなくてっていう状態の時に携帯が鳴ったんですよ。で、あ、鳴ってると思って、出れないじゃんそんなの怖くて、あ、やだなやだなって思ったら切れたんですよ。でもふーって思ったのもつかの間でまた鳴って、うん、まだなってる、ずっとなってる、やだよやだよって思ってそのまま目をつぶって布団の中にずっといて、朝7時半に起きて携帯を見たら非通知だったんですよ、うん、これおばあちゃんからの電話じゃないと、うん、なんで怖くないね、みんな怖いよねこれ。ちょっとニヤってしちゃった。なんでニヤってすんの、怖いじゃん。でもなんかおばあちゃん伝えたいことがあったんじゃない。そうだけど出れないじゃん怖くて、うん、
でって言われてるよ。でって言われてる。でって言われてる。もうね、ゆんちゃんのリアクションがもう嘘じゃないって言われてる。え、そういうこと？え、オチは？オチはだから、非通知が怖かったって話。お化けからかもしれない。あれ？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 次、じゃあ、ジョンジョンかな。ダメだ。ジョンジョンいける？あ、ジョンジョン、とっておき怖いかな。どうしようかな。私が行った方がいい？いいよ、私先行くわ。おい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 、私の怖い話は、はい、私が、結構うち引っ越しが多かった家だったんですけどね、子供の時、うんうんうん、で、ちょうど小学校を卒業して中学に入ったばっかりの時に1年半ぐらい住んでいたお家があって、うん、その家は一軒家をちょっと、なんて言うんだろう、改造してあのマンションにしたみたいな、うん、だから大豪邸を賃貸にしたみたいなね、ちょっと変わった家だったんですよ。で、大きな桜の木とかがあったりして、うん、まあ、不思議なお家だったんですけど、住んでいてもうと3ヶ月ぐらい経ってからかな、うん、もうとにかくね、いっぱいいるの、うん、え、何が、あ、もうダニ、ダニ、ダニなんでダニをチョイスしたのダニは怖いさ、そりゃプチプチってなるからね、なかなか治んないし、違くて、いるんですよ、やばいやつ。いるの。もう私が寝てると必ず誰かが来て、うん、起こすのね。うん。起こされる。金縛りとかじゃないんですよ。起こされるの。うん、でも私まだ子供だったんで、うん、って言っても中1だけどね。うん、なのでそのお化けと、お化けって言っちゃった。その いる人と、うん、徐々に仲良くなりまして。うん、後半は一緒に寝てました。楽しんでるところじゃないよ。だからその家を引っ越しするときはお別れが寂しかったです。え、男の子、女の子？あ、女の子です。同じぐらいの？うん、多分ちょい上ぐらい。喋ったの？いや、喋れないんだよね。あと口は多分ないと思うから。そう、うん、シルエット、うん、でもさ、ちっちゃい子の方が見えるっていうよね。そうですね、うん、確かに最近はあんまり見えない、うん、やっぱり子供の時の方が。そう、へー、待って、なんかさ、ちょっと衝撃的すぎて何喋るんだったか忘れちゃったよ。はい、じゃあめいちゃん、みんなちゃんと気づいてる？この中に嘘がいる。一人嘘だからね。はい、うん、はい、私の恐怖体験はですね、小学校6年生の時、毎年秋には学校の畑っていうのがあって、うん、そこでさつまいも掘りをするんですよ、うん、ね。で、さつまいもを私は一心不乱に掘っていたわけです。すると私の足元なのかな、うん、もう怖くなってきたね。黒い影がうごめいているのです、うん、まさかと思ってそーっと見た、私の太ももの上にカエルが乗ってたんです。イエーイ。しかも、違うの、まだここから、しかも茶色いカエルだよ。いや、そりゃさ、うん、いろんなカエルがいるよね。だってほら、頭が茶色いユンちゃんもいれば、髪が黒いメイちゃんもいるから、だから茶色いカエルもいるし、緑のカエルもいるじゃね。緑のカエルはまだちょっと許せるんだけど、茶色のカエルが一番許せないのね、私。で、それを恐る恐るスコップで追い払って、うん、で、もう大丈夫だって思ったら、うん、え、素足だよ。しかもさ、素足だからさ、待って、なんでじゃがいもだっけ？さつまいも。さつまいも掘ってる時なんで素足なの？違うの、中靴はちゃんと履いてるんだけど、太もも上に。そうなんだ。どこまでさ、登ってきたんだろうみたいな感じだし、多分さ、メイリンのそのスカートの中身が気になったんじゃない、うん、やだ、エッチ。違うの、私がなんか事故ったみたいになったんだけど。違うの、はい、じゃあ、ね、うん、私が立ち上がった後、うん、足元にトカゲが2匹と、さらに別のカエルがいたの。乗りすぎじゃない？あのさ、多分これは誰かの陰謀としか思えない。
ちゃんと芋掘ってた？芋掘ってたよ。ずっと土の上にここを寝てたんじゃない？掘ってくださいって言わんばかり。掘ってたよ。めっちゃ石フラに掘ってましたよ。っていう恐怖体験でした。なんかあんまり怖くなかったね。嘘。でも誰か一人嘘でしょ？はい、そうだね。じゃあ、嘘だと思う人の、コメントは名前を書いていただいて、はい、じゃあ会場は拍手じゃない、手、挙手、挙手で、はい、はい、じゃあまずゆんちゃんが嘘だと思う人。お、一人。じゃあ次、りょんりょんが嘘だと思う人。お、一人。じゃあ最後、メイリンが嘘つきだと思う人。いっぱい、あ、4人もいる、すごい、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる、5人いる、いっぱいいる、はい、お、コメントはどうでしょう。コメントはね、全員嘘つきだなって言われた。でも2人は本当だもん。嘘つきメイリン、嘘つきメイリン、多分スンヨンだなって言ってる人がいます。スンヨンちゃんはここにはいませんね。スンヨンちゃんって誰？カラです。あ、違うかな、カラのスンヨンちゃんだった、多分ね、多分ね、私すごい好き。はあ、この会場の空気が嘘でしょうっていう意見もいただいてますけれども。そこなの、メイリン、ま、メイリンだね。1位はメイリンだ ね、 メイリン、じゃあ正解も、はい、じゃあいきましょうか。ドロ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 、じゃーん、じゃーん、はい、私が嘘でした。おー、りょんりょんだ。みんな騙されてる。1人正解。やっふー。え、全部嘘なの？あのね、実は全部は嘘じゃないんです。確かにその家はあのちょっと霊感が強い人からすると、うん、そういう感じが若干あったみたい。でも別にあの過去に何かあったとかも聞いてないし、あのまさかお化けと毎日一緒に寝てたなんてわけないでしょ。じゃあ見えてないってこと？まあそこはね。えー、何それ、やだやだ。そこはまああんまり言うと怖くなっちゃうから、またの機会に。おー、ということで、みんな騙された、騙された、りょんりょんでした。もう一個、はい、もう一個あるよ、もう一個あるよ。じゃあ、わかんないやん、シャッフルしてから。おい、じゃあ次のお題はこちら、じゃん、ダイヤは誰だ、初恋の思い出。あら、あら、はい、初恋に関するあの今までにね、なんか出来事があれば、うん、はい、それを語りましょうっていうコーナーです、はい、これまた嘘引いたらやだな。さあ、じゃあ嘘つき決めタイム。はい、どれにしようかな。これこれこれ、せーの、の、にゃ、はいはいはい、はい、じゃあこれはじゃあ、はい、私から言おうかな。はい、じゃあめいちゃんから。はい、私の初恋はですね、はい、保育園の時なんですけど、はい、なんかお遊戯会ってあるじゃん、うん、それでね、桃太郎をやることになったんですよ、うんうんうん、で、クラス全員が全員なんか役にならなきゃいけないじゃん、不公平だからね、うんうんうん、そうで、みんな役はあるんだけど、あの一つの役でダブって一つの役柄で二人とかでやってたのね、人が多いから、うんうん、で、その桃太郎の役の子が二人いたんですよ、うん、その桃太郎役の男の子二人が好きになって。二人ともってこと？ねえねえ、どういうこと？二人とも好きになったの。どっちもなの？そう、それは1番と2番なの？違う、どっちもなの。まさやくんといばくん、どっちも。え、なんで？待って待って、その時点でさ、差別が起きて、まさやくんは下の名前だけど、いばくんは名字だよ。ほんとだ、どっちかっていうとまさやくんの方が好きだよ。まさやを知らない、どっちかっていうと。なんでちょっと普通に恥ずかしそうにしてんの？まあ、当時もう何年も前の話じゃない。うん、ああ、ちなみに私はお猿さん役だったんですけど、そこは置いといて、そう、もうね、鬼と戦うシーンとかあるじゃん、うんうん、かっこいいとか思って、もう猿なのにやること忘れて、ダメだよ姉ちゃん、ちゃんとやらなきゃって先生に怒られるぐらいいて、でね、バレンタインの日、うんうん、もうなんか2人も一応ダメかなとか思って、好きな人が、うんうんうん、思ってどっちかに絞ろう、うん、
って思ってたんだけど、うんうん、まあ保育園のね私が優柔不断だったので、うん、ちょっと時間差であげたわけですよ。最初まさやくんにあげて、やっぱりまさやくんに先にあげる。そうだね、まさやくんの方が多分好きだよ、どっちかっていうと。次に伊庭くんにあげたのね、うんうんうん、で別に、まあ、その後別に何もないんだけど、小学校も別々になっちゃったし、うんうん、でもお返しにアメちゃんとマシュマロをもらったよっていう可愛い初恋の話でした。二人ともからもらったの？なんかきびだんごあげたんでしょって言われて。逆にもらうんじゃないの？お返しでもらうんじゃなくて。伊庭くんかわいそうだね。まあ、早押しだよね。やっぱどう考えてもだって下の名前だもん。うん、しかも先にあげてるもん。そうそうそう。やっぱ先にあげてる方が一番だよ。うんうんうん、まあね、まあまあまあ。まさやくんの方が仲良かったんだよね。あそこなんかそっちの方がいけそうだからみたいな。よくないよ、そういうちょっと何かやればみたいな。じゃあ、はい、次じゃあ、どっち行こうかな。どっち行く？どっち行く？むしろどっちが先にやりたいよとかはある？どっちでもいいよ。お、じゃあ、りょんりょん行こうかな。じゃあ、私行こうかな。じゃあ、りょんりょん。うん、実は私も、うん、2人を好きだった時があって、ほう、うん、まあ、初恋、本当にちっちゃい時にちょっと保育園の先生かっこいいなとかいうのはちょっと抜いて、本当にこれが初恋だなと思うのは小学校、5年生、うん、で、もう本当にみんなマーマレードボーイって覚えてますか？マーマレードボーイか、うんうんうん、もうね、完全に、完全にあれ、2人いるじゃん、その、ちょっとチャラめな、まあ、何サッカー部、うんうん、あれ違う、テニス部だっけ、テニス部か、テニス部のちょっとチャラいけど優しい男の子 A と、うん、もう超真面目、後輩、野球部みたいな男の子 B、うん、もうね、どっちも好きだったんだよ。またそのパターン、うん、わかるよ、どっちも好きだった、うんうん、そう、どっちも好きだったから、うん、もう本当に決められなかったので、でも私はその時も同じで2人好きじゃいけないなと思った、うん、でもどっちも好きなの。もう分かる。そうなんだ。だから私はどっちにも何にも言わずに小学校を卒業しました。ほー。で、その後それ成人式の時とかに、まあ、同窓会で会ったりしたんだけど、うん、まあみんなあの時はあれが好きであれが好きでみたいな盛り上がりましたけど、うんうん、でもその時は本当に何にも言わずに、うん、でしかもその、ね、さっきのお化けの話に続くけど、うん、私小学校を卒業してそのお化けハウスに引っ越したから小学校の同級生とはそこでみんな会わなくなっちゃったので、うん、本当になんか何も表に出さずに終わった初恋です。はい、じゃあゆんちゃん、はい、ゆんちゃん、はい、ゆんちゃん3歳の時で、おお、何早いね、思わせた。3歳の時にクラスで、クラスの20人いる女の子全員が好きだった翔くんっていうのがいて、もう全員が何が良かったのか全然記憶にないけど、その翔くんもみんなが好きで、うんうん、私だけ同じ日に予防注射で一緒に注射しましたって話、うん待って、3歳でしょ、うん、そんな覚えてる？3歳の時の。そんぐらいしか覚えてない。でもそれは本当に覚えてんだね、じゃあ、うん、やっぱそれくらい濃い思い出だったってことね、うん、はい、というわけで、なんかいろいろと来てますが、え、下ネタですかって言われて、違います。違います。違った、違った、ごめんね、なんかちょっとカタカナだったから目立ったからすぐ違います。しかもリョンドンチーズ野球部だった B って誰だ。ね、誰だろうね、今度じゃあ会った時は B ですって言ってください。じゃあ会場の皆さんは誰だと思いますか？はい、りょんりょんだと思う人。あ、1人いた。めいちゃんだと思う人。お、1人。ゆんだと思う人。お、ゆんたんが多いかな、うん、あ、コメントもゆんたんいますね。あら、あ、めいちゃんが嘘だと思う、目が怖かったから。嘘、ごめんね。ごめんね。ゆんたん、ユンタン2票目、多分テヨンだな。なんか K-POP が好きな人が1人いるんでしょ。そうなんで、ね、ちょっと間違ってるよね。テユンだね。ユンソナとかね、そのパターンね、うん、そうだね、そのパターンだね。はい、では今回の答え発表、はい、
せーの、ルルルルルルじゃん。誰？りょんりょん。またりょんりょん引きが強いね。もう引きたくなかったよ。全部嘘。全部嘘。すごっ。お、私本当だよ。下ネタ。下ネタじゃないから。はい、そう、全部嘘です。私は小学校の6年間ずっと同じ人が好きでした。わお。でもそれを言わないで転校したのは本当。へえ、うん。私あのど田舎の小学校だったので、あのクラス替えがなかったの。学校がちっちゃすぎて、だからもうね、まあね、小学生だから、今時の小学生はわからないけど、私たちの時とかそんな付き合うとかなかったでしょ。だからなかった。もうなんとかくんが好きなのをキャーみたいな感じだったかな。そう、そういう感じでした。なのでさっきのは大体嘘です。ほう、みんな騙された。りょんりょんうまいね。うまいよね、ほんとに。やだ、なんか嘘がうまいとか全然褒められてる。ライアーはりょんりょんだったよ。そうですね、ライアーっていうユニットだけあるね。まあ、ライアーだからね。これからも、いい意味で皆さんを裏切っていきたいと思います。はい、はい、というなんかお決まりのライアーは誰だでした。はい、はい、はい、なんか大丈夫？大丈夫かしら。大丈夫かしら。あれ、残り時間がちょっとあるのかな。楽しい時間は早いものですね。はい、もう2分なんだ。あと2分です。いや、そんななのね。というわけでですね、あっという間でしたね。もうあっという間、ね。じゃあ最後にちょっとブログの告知だけ、はい、名前で検索していただいても、すぐ出ますけれども、アメーバさんで上原涼子のワンダーストーリー。はい、そして菅野芽衣のふわふわドジっ子メイリンのウキャピンの日々。はい、長い。そして、はい、水木ゆんのキュンキュンタイムです。はい、というわけでね、あのライブたくさんしてますので、ぜひ今日ね、あの初めて見てくれた方もいらっしゃると思いますので、はい、ブログはね、あの嘘はついてませんので、あと後でこれのちゃんと写真も載っけようかなと思います、ブログに。はい、なのでね、ぜひぜひ、あのいろいろチェックしてまた、お会いできる機会があればいいなと思っております。はい、ね、あのこの番組もね、まあ、一応今日特別版ですけど、みんながさ、今日のライアーさんまた出てほしいなって秋葉 .tv さんにいっぱいいっぱい送ってくれたらいいんじゃないかなって思うんだよね。一人でね、あの100通ぐらい送ってくれれば多分来月もあのね、どっかで、ね、あるかもしれない。ぜひ何とも、アリニャンと4人で何かやってもいいし、ね、あのまたアリサワールドには、お邪魔すると思いますので。はい、はい、ね、行きましょうか。はい、はい、ということで、ライアーワールドでございました。長い時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。